俺はちょっと用があってな。お前に構ってる暇がないの。あんたに何がわかる。知ったふうなことを俺の前で言ってんじゃねえよ。なんなら今からあんたの一番大事な人間を殺してやろうか。今あんたが言ったことがどれほどずれてるか実感できるぜ。どうしてそんなことする必要があんだよ。宗家とか武家とか分けることに。そんなへんてこな意にどんな意味があんだってばよ。さくらちゃん、邪魔しないでくれってばよ。あいにく俺には一人もそんな奴はいないんだ。基本中の基本だろうが、俺に化けて何をする気だ。来い、ナルト。思い通りにさせるか。行って、みんな。こいつは僕がやる。イエスか。バラバラ。分かったよ、赤丸。お前の言う通り、もうあれしかない。どうやらチャクラの流れを見切れるだけじゃねえ。いいだろう。128勝。またやべえのが出てきやがった。あの雰囲気、ただものじゃねえ。終局第9節。サスケは絶対渡さねえ。これが僕の決定限界だ。出ますか。かつて死と呼んだものを傷つけるという達成感と喜び、その喜びをあなたに知ってもらおうとこの場を用意したのですから、せいぜい楽しんでください。三代目だってただで死んだわけじゃないよ。ちゃんと俺たちに大切なものを残してくれ。いずれお前にも分かるようになるさ。でも死ぬのは辛いよ。シャクドリー！